どうもマンション評論家のマンションマニアでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今私がいるのは JR 総武線津田沼駅です。今おりますのは北口側になります。正面ですね、解体中の建物パルコ A 館になります。こちらは三井不動産レジデンシャルが取得しておりまして、まあおそらく分譲マンションプラス下駄部分商業施設みたいな感じになるのではないかなと思います。そしてその背中側のパルコ B 館跡地に関しましてはビートとしてですね、商業施設再オープンしております。スーパーマーケットとしては地下にベイシアが入っています。ベイシアっていうと近郊郊外を車で走っててよくロードサイドで見かける店舗ですけども、こちらは都市型店舗という位置づけになるんですかね。この北口側はイトーヨーカドーイオンモールで、そこにですね新京成線の新津田沼駅もありまして、商業が非常に充実しております。それに対して津田沼座タワーもあります南口側に関してもですね、モリシアその他ありますので、津田沼駅のすごいところは両口とも栄えてるっていうところなんですよね。それに対して津田沼駅自体はですね、駅構内ですね、少しお店は入っていたりするものの、これだけ駅前商業ですね発展してる駅の割には駅はおとなしめっていう形になります。平日の朝ラッシュ時間帯7時51分発の始発電車総武快速線乗車をいたしますと、東京8時21分着、品川8時31分着、平日の朝ラッシュ時間帯であっても東京駅まで乗車時間30分ほどとなります。成田空港方面ですね、行きやすいですし、駅前からですね羽田空港への空港リムジンバスも出ております。総武観光線に関してはですね、ラッシュ時間帯に関しては東西線直通という形になります。総武線はですね、津田沼止まりも少なくないっていうところで、運行本数も充実しておりますし、始発設定もあります。私自身ですね、千葉駅住んでいた時ですね、津田沼止まりが来るとげんなりするっていうのはですね、懐かしい思い出です。ただ特急電車っていうところに関してはですね、千葉駅の方が利用がしやすいです。そして京葉線と違って総武快速線ですね、スピード感あるっていうだけじゃなくて、グリーン車がついてるっていうのもいいですね。始発設定もありますので、課金して、座っての快適通勤というのも叶います。南口の駅前に関してはですね、駅出てすぐのところにですねホテルメッツとその他商業施設入っております JR の建物があるんですけども、こちら口の方がバスロータリーがですね少し広いのと、その先にですねデッキ上に公園がありますので、どちらかといえばですけども南口側の方が若干落ち着いた印象ですね受ける方が多いのではないかなと思います。津田沼座タワーの手前側のですね、モリシア、そして文化ホールのところですけども、先日発表がありましたけども、10年弱かけてというところではありますが、この駅前広場のデッキも今以上に綺麗になって、地上50階建て、総戸数1000戸ほどのですね、タワーマンションも建設される予定であると。そして、事業としては野村不動産ですね、やる予定ですので、そのまま行きますと、プラウドタワー津田沼になるのかなというところですね。なんでこの津田沼に関しては、今時点でもめちゃくちゃ便利です。それがここから10年弱かけてですね、より街が整って、より便利になっていくと。今不便じゃ困っちゃうんだけども、将来性ある街を選びたいっていう方もですね、千葉湾岸エリアで行けば、海浜幕張、と同じような形で購入ができるというところになってきます。これからまだ伸びしろが大きいというところです。まああとは毎度毎度っていうところですけども、 JR さん駅も綺麗にしてほしいですねっていうところですね。これだけ大きい駅なんですけども、駅前がどんどん綺麗になっても駅舎は JR 国鉄クオリティっていうところですね。だからこれが千葉駅みたいに綺麗になるとまたですね、駅はやっぱり玄関口ですので印象も変わるのかなというところです。駅ビルを建ててくださいとまで言わないので、せめてなんかリニューアル工事をしてほしいですけどもね、国鉄感が強すぎるっていうところです。そして今回ご紹介いたしますのは、こちらの南口側物件、パークナード津田沼でございます。パナソニックホームズのですね、マンションになります。いくつかルートあるんですけども、まずはですね、公道の最短ルートで行きたいと思います。実際にはモリシア経由して、津田沼タワー側からですね、帰る方も多いかと思いますが、こちらですね、
撮影場面では最短ルートで、公道上の最短ルートで向かいたいと思います。公道上の最短ルートとしましては、こちら今画面向かって左側ですね、千葉工業大学映っておりますが、そこからですね、千葉湾岸方面に向かってマロニエ通りですね、今バスが止まっているところですね、こちらを経由することになります。ただこのマロニエ通りを越えなくて OK です。今回はすぐにですね、デッキを降ります。こちら階段ですけども、エレベータールートもあります。モリシアのですね、横を歩いていきます。こちらも南進です。で、今回道のり非常に分かりやすいんですけども、最後がですね、ちょっとウィークポイントっていうところです。ここは歩道もしっかりとしているんですけど、最後のですね、ここから先パークナードのところ、右に折れたところがですね、結構道が狭くなるので、今作はですね、ちょっとそこがウィークポイントにはなってきますね。立地としてはですね、津田沼駅の南口側で、もう津田沼座タワーのですね、すぐ南側という形になります。そしてパークナードのですね、南側には津田沼中央総合病院がですね、ある形となります。津田沼座タワーと総合病院に挟まれるようなですね、立地になります。で、駅との行き来に関してはこちらですね、すいません、今日ちょっと風が強い日で雑音が入ってしまうと思うんですが、申し訳ございません。こちらのマロニエ通りをですね、経由するだけですので、非常にですね、分かりやすい道のりです。で、容易にモリシアですね、経由できますので、まあ、今回駅徒歩7分という形ではあるんですけども、非常に便利な道のりになっております。用途地域としては、この駅前はもちろん商業系になるんですけども、パークナードは住居系になります。なので商業から住居系へですね、こう切り替わってすぐのところっていうところなので、まあそこは聞こえはいいんですけども、その雪道の交通量だったりとか、あとはもう目の前に総合病院があるっていうのを考えると、で、これまでも多くご紹介してきた奏の森の方が、むしろですね、駅前の商業とのですね、距離感だけじゃなくて静けさっていうところでのバランスがいいなという印象です。なので今回、奏の森をイメージして見学すると、あれちょっと違うなっていう風になっちゃうかもしれないです。なので、中古駅検討者の方は、正直、奏の森とか、津田沼田タワーの中古の方が、とっつきやすいかなと思います。今回はもう地元の方で、まあ、売れちゃうようなですね、ストロングポイントがありまして、八津小学校になります。もうそれだけで売れちゃいます。なので、物件がどうこうとかですね、そんなの言っても、しょうがないっていうのはあるんですけども、もう今回もうそれで買う方ばかりですので、やつ小学区です。今回は小規模ゆえのっていうところですね。こちらも建設地見えております。で、こちら側に関してはですね、マロニエ通り沿いですね。眼科さんの建物は背が低いですね。で、こちら側は南東向きという形になります。ボリュームゾーンは総合病院側の南西側になるんですけども、こちらのマロニエ通りをですね、向く住戸設定もあります。こちら総合病院の手前ですね、ファミリーマートのところを右に折れるんですけど、こっからがきついんですよ。ここから中古駅検討者の方テンション下がりますよ。まあ、これ反対側歩けばいいってとこではあるんですけども、エントランスがこっち側なので、もうここ通るしかないです。まあ、駐輪場とかですね、駐車場側から入るっていうのもできますけども、メインのエントランスはこっち口になるというところで、この歩道の狭さです。反対側は広いですけどもね。で、これが奏の森を知っちゃってる方だとテンション上がらない部分かなと思います。今回は八津小学区で売れるので、まあ、そんなことは言ってられないっていうところにはなってくるかなと思います。こちらが建築看板です。こちらの建設地ですが、もともとですね、パナソニック系の社宅があった場所になります。なので、従前も社宅があっただけありまして、土地形状はですね、非常に整っております。こちらの総合病院側の雪道と、そして西側の雪道、二面雪道という形になります。こちら側がですね、ボリュームゾーンとなります、南西向きになります。配当としては L 字配当です。南西向き、そして南東向きっていう形ですね。で、こちらの南西向きがボリュームゾーンというところです。南西向きの東寄りに関してはですね、雪道を挟みまして、病院の建物がですね、あります。そして同じ南西向きでも、西によると、児
自走式立体駐車場という形になります。まあね、病院のですね建物の方がですね背は高いですので、南西向きの西寄りの上の方を購入するとですね結構眺望の抜け感もあるかなってところです。ただもう眺望の抜け感求めますって方は津田沼タワーとか奏の森のパークハウスだったり、あとはレジデンス買えばいいっていうところになってきますので、そんなに眺望の抜け感推しっていう感じのマンションではないです。で、総合病院っていうところでもう救急車はですね当然来るってところですけど、搬送は逆側ですね。ただこの雪道自体は結構交通量は多いです。で、この歩道の狭さっていうところですね。で、そんなに言うほどセットバックもしておりませんので、結構車の音問題とはですね付き合っていく形になるかなと思います。ただこれだけ雪道しておりますの で病院も新しい建物ですので、この最高っていうところはですね守られやすいというところで、今もですねもう低層階でも抜群に日がですね当たっております。で、眺望推しのマンションではないんですけども、最高面としてはですね非常に期待できる住居が多いという形になります。で、歩行者のエントランスアプローチはなぜだかこっちのですね南側なんですけど、従前の社宅の時はこっち側は歩行者通せにしてたので、そしたら良かったりなとは思うんですけどもね。こちら側に関してはですね、駐車場や駐輪場、バイク置き場があって、そこからですね、まあ歩行者もまあ出入りはできますけども。実際問題はなんかもうこっちから行き来する人多いかもしれないですね。特に帰りなんかは森市や経由して。その南側のアプローチなんですけど、短いんですよね。もうなんか先ほどのようにセットバックもしてないっていうのもあって、風除室は若干奥まらせる程度です。ただエントランスホールはですね、ソファーと大型デスクが配されまして、あとは天井部円形デザインにしてて、そこはですね、素敵な空間となってます。で、そちらを経由してのエレベーター動線という形になりますので、動線としては気持ち良さそうですね。あの、南側のところのもう交通量と歩道の狭さがかなり気になるなと。走行数55個ですので、もう致し方ないんですけども、1階にですね、食配ステーションがあるぐらいで、特別な共有施設っていうのはないです。今度、森市屋方面ですね、森市屋経由する場合の、ルートでですね歩きつつ語っていければと思います。で、外観デザインっていうところなんですけども、まあ、ガラス手すりのですね色を使い分けているっていうだけじゃなくて、エントランスホール周りですね、そこは重厚感のある濃いめのですねデザインにしているっていうところがかっこいいなと。で、隔て板もしっかりとスラブトゥースラブにしてくれてます。かっこいいですよね。ただ角重工の妻側窓面が結構限定的なので、まあ全体的にはちょっとシンプルに見えるかなっていう印象を受けるかなってところで、個人的にはパークホームズ津田沼奏の森みたく、こう角重工ダイレクトウィンドウにしているとこう分譲マンションらしさがより際立ったのかなっていうところです。まあそこは好みではありますけども。それでは周辺相場です。津田沼座タワー2020年地区八つ一丁目津田沼駅徒歩4分でペデストリアンデッキ経由で直結をしております。新築時の坪単価約265万円、現在の坪単価約350万円。動きの一例としましては、約56平米。新築時4400万円台のお部屋が、中古時6300万円台で動いております。ルーフトップガーデン強風でございます。森市屋からですね、帰りですね。まあ、駐車場、駐輪場のとこですね。入ってすぐのエレベーターですね。降りて、先ほどのですね、パークなどの駐車場側からのですね、方面へ向かうか、もしくは、森市屋のですね、西寄りですね、を経由して行き来するかっていうところですね。奏の森側ですね。森市屋側の再開発が進んだ時に、この津田沼座タワーへ繋がるデッキを廃止、なんてですね、ならないことを願うっていうところですね。まあならないと思いますけどね。ただなる可能性もあるっていうのは津田沼タワーの販売時にも説明をしていたところです。津田沼タワーのですね販売時にこの森市屋側が再開発された場合、ここのデッキが残ることを約束するものではありませんっていうところになってます。まあ実際問題は残すとは思いますけどもね。日常の買い物に関してはもう津田沼ですので、もうとにかく便利というところで、こちらの森市屋ですね、
角上魚類、そしてイオンフードスタイルダイエーですね、入ってますし、湯沢屋のロハルもですね、フードウェイ入ってます。そして奏での森側のですね、ベルクですね、で反対口東洋華堂イオンモールっていうところ で先ほど新しくでしたビートのベイシアですね、パン屋さんピーターパンもございます。まあとにかく便利な立地です。そして今回ですね、通学校、先に述べました通り八つ章でございます。この奏での森はですね、もう小学校問題がですね、もうなかなかですね、もうそれだけ人気の街っていうところなんですけども、もう遠くに行かされたりとかですね、もうそういうのがですね、ずーっとこう問題になってきてる中で、今回小規模マンションゆえですよね、これが大規模だったらまたですね、違うとこ行きなさいとなってしまったのではないかなと思いますけども、今回は八つ章というところで徒歩10分です。それでも津田沼では近い方なんです。なのでもっと小学校への近さを求めたいとか、もうそういう方はもう合わないんですけど、津田沼にしては近いんです。八つ章10分っていうところで、第一中学校徒歩11分っていうところで、もう八つ南小学校のマンションと比べるとだいぶ学校近いので、もうこの点を理由に選ばれる方ばかりかなというところです。逆にそれを気にしない方ですと、津田沼座タワーも買えちゃう価格ですし、もっとお安い価格で奏での森物件も買えちゃいますので、まあ、その学区を気にするか気にしないかで、今回はもう印象が大きく分かれるってことですね。いやいや別に学校を全然歩いたっていいですよって方は、そりゃこっちの奏での森とか津田沼座タワーを買った方がですね、同じ価格でよりいいもの、もしくはもっとお安い価格でコスパのいい大規模マンションも買えますので。奏での森はですね、前回特集した動画がございます。そちら概要欄に貼り付けておきますので、合わせてご覧いただければ幸いでございます。奏での森はもう中古一検討者が見ても多いなっていう風になりやすいかと思います。今時点で奏での森の前面棟のザ・パークハウスとですね、ザ・レジデンスに関してはですね、坪単価300万円ぐらいで動いています。奏での森の大型マンションが坪単価300万円ほど、そしてペデスリアンデッキ系で直結の津田沼座タワーが、まあ、下の方と上の方合わせて、まあ、平均で350万円ほどで、そんな中でパークナードは坪単価350万円ほどです。なので同じ価格を出せば津田沼座タワーが買えてしまうと、となればじゃあ学区問題除けばそれは津田沼座タワーですよねっていうようになっちゃうのは、これはもう致し方ないのかなというところです。まあ、津田沼座はもう学校遠くないですけどね、奏での森物件が結構学校遠い問題があるっていう感じですね。それでも津田沼座タワーの学区よりも道のりとしてやっぱ八つ章の方が分かりやすいっていうところで、もう本当は今回も本当そこですよね。もう八つ章学区なので、もう全然もう科学とかスペクとかもうそこじゃないですっていう感じですので、でこれが先ほどお伝えしたパークホームですね。なんか角上かこういうダイレクトウィンドウだとまあ好みですけどね、なんかこういう方がなんか味出るなっていうところで、今回妻側の窓はこんな感じではないです。窓面は少ないです。バウスが2021年築で当時坪260ですからね。このバウスもですね、八つ章ではなかったですからね。バウスに関しては津田沼タワーと同じ学区でしたので、そこの学区売りはできなかったですよね。再度建設地に戻ってきました。津田沼駅前と新津田沼と、そして奏での森に関してもですね、もうここ最近取り上げて移しているところですので、ここ最近移してない京成津田沼駅側ですね、歩いていきたいと思います。今作は京成津田沼駅もですね、徒歩11分っていうところで日常使いしやすい距離になってます。新津田沼駅も徒歩11分です。千葉湾岸と違いまして、こちら津田沼ですね、駅周りも標高高いですので、ハザードマップで色はつかないです。なので水害面っていうのをですね、気にされる方にも合ってきます。パークナード、まあ、平均坪単価で350万円ほどというところでですね、まあバウス、そしてこちらのパークホームズですね、比べても急激な値上がりだなと。今日はお休みですけども、パークナード津田沼のマンションギャラリーです。郵便局のですね、目の前になります。建設地のすぐ近くです。では平均坪単価350万円ってなると、ほんと津田沼座タワーの結構いい部屋が買えちゃいます。高層階も購入できちゃいます。でもまあ今津田沼中古も枯渇してますので、まあそれ考えると、まあ八つ小学区ってのもありますので、まあむしろ安いかなぐらいですね。
なあ、これ難しいですよね。相場的には安くないんです。でも、まあ、中古の枯渇具合っていうところと、まあ、さらに八つ小学区っていうのを入れたら、もうなんか高い安いとも言えないっていう感じになっちゃいます。でもそのストロングポイントが学区なので、相場からしては高いので、なので、バウスの時って、いや、まあ、当時津田沼タワーがもうちょっと安かったので、津田沼田タワーと同じ学区だったら、タワー嫌いじゃなかったらタワー行った方がいいですよねっていう形にはどうしてもなってしまいましたけども、こちらパークホームズ津田沼ですね。今回は、八つ小学区なので、相場よりかは高いです。津田沼田タワーも変えてしまいます。でも、八つ小学区なんでっても言われたらもうそれまでっていうところになってきます。なのでもうほんと高い安いで硬いで相場からしたら高いですっていう。でも高いけど買うしかないんですっていうところですね。八つ小学区をこう求める方は。で、そもそも倉庫数55個しかないですし、ファミリータイプだけに絞ったらもっと少ないですので、八つ小学区希望の人がそれだけいればいいだけですので。で、間取りに関しては、田の字が主で、まあ、リビングイン1000名も多かったりはするんですけども、今回両面アウトフレームですね。これ嬉しいですね。で、南西向きの1階10個のテラスにはですね、サイクルスペースがあります。で、まあ、交通量あってほども狭いですけども、雪道側からの直接の出入りも可能というところです。設備仕様としてはディスポーザーがないです。今回ま、平均坪単価350しますので、倉庫数的に致し方ないんですけども、ちょっと惜しいかなというところはありますね。ライオンさん、お久しぶりでございます。ディスポーザーはないんですけども、食洗機はもちろんあります。これももちろんパナソニック製です。で、あとキッチンテーマはフィオレストーンで、浴室のフラットライン LED 照明になってましたし、今回トイレ、テラ機ですね。もちろんありますし、洗うの入ってます。で、玄関前カメラ付きインターホンもありましたし、可動式ルーバー面格子もあるっていうところで、まあ、ディスポーザーがない以外は結構しっかりしたものになってるのと、あと、まあ、パナソニックっていうところの面白いところでいけば、天井の埋め込み型のですね、ナノイ発生器ですね、エアイーが入っているという形になります。で、今時系でいきますと、かっこ玄関前にですね、個別の宅配ボックスがありました。で、その宅配ボックスは、上部が防災倉庫になってました。で、居住者に関しては手ぶらキーで解除できますし、配送業者さんに関してはワンタイムパスワードで解除できるっていうところで、使い勝手もいいと思います。構造に関しては、二重床の二重天井で、基本点は2500です。一部2600になっています。駐車場に関してはですね、先ほどの敷地の西側からの出入りで、屋外になります。平置き2台を除きますと、機械式になります。設置率としては、約 43% です。で、駐輪場も屋外になりまして、サイクルポートとラック式が混在しています。1LDK 住戸もありますので、1世帯2台っていうイメージです。さあ、京成線の津田沼駅が見えてきました。管理費に関してはですね、平米単価月額約190円です。で、今回ディスポーザーなしの外廊下になりますし、特別な共用廊下がないっていうところあるんですけども、まあ、それ相応にしっかりと抑えられた水準になってます。まあ、ただ、まあ、これは、比べること自体が酷ではあるんですけども、まあ、やはり24時間有人管理で共用施設も充実している、まあ、先ほどの金田の森のザ・パークハウス等々と比べるとですね、コストパフォーマンスは劣ってきます。まあただ、そっちと比べるのはちょっと酷ではありますね。で、津田沼駅だけじゃなくて、新津田沼駅と、こちらの京成津田沼駅も利用できるっていうところだけではなくてですね、路線バスで、まあ、海浜幕張方面だったりとか、あとは、ララポートも結構サクッと行けるっていうのがいいですね。ララポート、東京ベイもですね、自転車だったりバスでですね、まあエリアから車を持つ方が多いとは、家ですね、あとで土日なんかはですね、むしろ車で行くと時間かかったりしますので、公共交通機関でもララポート行けるっていうところです。こちらは新京成線の線路です。新津田沼方面からですね、こちらの京成津田沼まで、来まして千葉中央方面こう直通していく電車もあるという形になります。で、津田沼駅のこの全体としてはやっぱ細い道も多いんですけども、ただ今作はあのマロニエ通りすぐですし、津田沼駅の南口が物件なので高速道路へのアクセスっていうところも結構いいですね。
マイカー派にとっても結構アクティブに動けるかなと思います。こちらの京成津田沼駅からはですね、都営浅草線直通電車も利用できます。平日の朝ラッシュ時間帯で泉岳寺前でちょうど1時間ぐらいかなという時間距離です。あとはですね、先ほどの津田沼駅から総武線でもう行けますけども、こちらからもですね成田空港行けますので、成田空港方面で働いている方と都心方面で働いている方ですね、分かれている方もですね非常にとっつきやすいエリアっていうところになります。次の撮影の都合で京成の幕張駅まで来ました。ここから歩きつつですね、総評を語っていければと思います。構内踏切のある駅になります。パークなど津田沼ですが、津田沼駅周辺ですね、大規模マンションが多い中で総戸数55戸ですと。で、それでいて大規模マンションよりも価格がお高いってなりますと、やはり、まあ、新築にこだわらないのであれば、周辺の大規模マンションですね、金田の森だったり津田沼田タワーですね、あちらの方がですね手堅い買い物っていう風にはなってきがちなんですけど、まあそれはリセールバリューとかのお話ですし、今回希少な新築マンションで、まあ、もちろん中には大規模マンションが苦手という方もいますし、何よりですね八つ小学区というところですので、まあもうしっかりと評価されるだろうなと、なんならもう広告しなくても売れるんじゃないかなと、そういったレベルです。なので新築こだわりません、学区こだわりません、できればなんかリセールバリューとか手堅いものがいいなとか、あとはまあお金のそのリセールバリューの話をさておいて、 TMD 坪単価満足度ですね、払ったお金に対しての満足度っていけば、やはり同じ価格出せば津田沼タワーの高層階が買えてしまうとなれば、まあそちらの方がいいかなと思いますけど、まあそこは優先順位次第というところです。まあ、今回、金田の森だったり、津田沼タワーよりしっかり高い、もしくは同じ価格ぐらいとなると、やっぱりなんかエントランスアプローチの作り込みはもう少し頑張ってくれると嬉しかったかなという印象は受けましたね。社宅時代が西側からのアプローチだったので、そういった形にして緑豊かにしてくれるとか、あとはエントランスホール2層を吹き抜けにするとか、別棟にするとか、なんかそういった、工夫があればより嬉しかったですけど、まあ、八つ小学区なので別にそこまでしなくても売れるっていうところですよね。なのでもしも購入されてる方がこの動画を見てくださっていたら、もう買った理由としては周辺中古じゃなくてパークなどにした理由っていうのは、まあ新築っていうところだけでなくてですね、やはり八つ小学区だからっていう方が多いのではないかなと思います。なので、まあ、残りは少ないですけども、これから検討される方はですね、学区をどう考えるかっていうところがですね、まあ、一つの大きな分かれ目になるっていうところですね。そこを気にしないのであれば、津田沼タワー買えちゃいますし、もっと安い価格で、金田の森の大きいマンションも買えちゃいますと。ということで、今回もご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。いつも貴重な時間本当にありがとうございます。記事の方を同時公開いたします。動画の概要欄に記事の URL 貼り付けておきます。合わせてご覧いただければ幸いでございます。また参考になりましたら、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。私、マンションマニアに直接相談をできます、個別相談会も開催中です。お悩み大きい方、ぜひご利用ください。それでは、失礼をいたします。ありがとうございました。